これベコーラびっくりしちゃったんだけど、どうぞご飯なかったのでお礼を。ちょっとダイヤっていうのはね、ダイヤはちょっとんってなってるペコですけども、またね寒いこと言ってますけど、なんかホロメは寒いこと言うのが好きなのかな、かそんな感じがしますペコですけども、ルイちゃん、いやもう素晴らしい、ルイちゃんさすが幹部、あんたは幹部ですよ。もう、まあ、焼くのはこちらで任せてください。もうでこれルイちゃんにはちょっとこんなにもらったペコだから、なんかちょっとご飯なかったのでお礼はダイヤ、ダイヤ以外でどうにかできないペコですかね。ダイヤはきついよ、22個しかないこの前のやつで。一応持ってるダイヤは持ってくけど、これもな、これちょっと特別感出して、これやるか、特別なんだよこれっつって、いたーん、あ待って、えちょっとウサギ持ってんのあれですけど、まず挨拶して、いやなんで投げてきたこれ、なんでウサギの皮投げてきたこれは果たし状かな、果たし状かな、ペコーラに対する宣戦布告かな、これはダイヤくれるんですか、ダイヤ何個欲しい、まず何個か聞くか、だってさこれで1個ですとかだったら、あいいよってなるし、何個欲しいんだろうダイヤが、そこからじゃね、まずあるだけおい先輩根こそぎ取ろうっつうのか、この人はやるね、やり手だね、さすが女幹部やり手だね、あるだけ言われたあるだけか、ホロックスもうけいえい厳しいですそうなんだ、あーごめん、今2個しかないや、ツンツンとこれねいいかな、どんだけウサギ飼ってんねんルイちゃん、ウサギの皮めちゃくそあるんだけど、ごめん2個しかねえやルイちゃん、ごめんねマジで許してくれ、嘘ついてないですか、マジだよペコーラも経営厳しくて生きづらい世の中だねどう足りてます、あ、まあ、どうはもうめっちゃ助かった。おかげさまで。ジャンプしてください。チャリンチャリン、やばい。あ、やばい。ジャンプ。やばい。なんか、ダイヤの音聞こえてるな。ダイヤの音ってなんだよ。ダイヤの音って。ルイネ、倍にして返して返してる。お、ナイラもらってんじゃねえかよ。なんかまずい。うわー、すげえもらってるじゃん。クォーツが欲しいのかな、えいいの、たくさんもらったのであげます、なんかこれじゃペコーラがクソ悪いやつみたいじゃん、それが本当のダイヤすべて嘘ついてごめん情に弱いですね今後の参考にします。騙したな、騙しやがったな、クソやり手だ、こんやろー、これがホロックス、こんやろ、騙された、常人訴えられたらベコーラもはこんなにくれるんだから、あれやと思って返さんと、返さないなと思ってやったのに、マジでペコーラダイヤなくなっちった、マジ今度掲示板にダイヤくださいよ、言わないとやべえわこれ。